続いては特集です。今日の特集はビデオジャーナリスト阿部みきおさんです。昨年末、築40年の建物が北海道の木をふんだんに使って木の香り漂うゲストハウスに生まれ変わりました。日本各地から世界各国から旅人が集まっています。主が目指すのは都会の山小屋です。 Very nice. So this is a Taisis mountainFrom here. Yeah. That's the biggest mountain. Yeah, biggest mountain. Yeah. So 350 years old. Oh, really? That wood, wow. Hokkaido red pine tree. It smells, smells great. Yeah. 創成川のすぐそばに、去年暮れ、札幌地が完成した。二段ベッドが並ぶハイビアや、三人用の和室があり、一泊3000円。合わせて21人が宿泊できるゲストハウスだ。It's a little bit small, but it's okay. I think it looks great. Yeah, it's cool. I can rock climb and the beds look fantastic. Beautiful wood. So I'm excited to stay here. Yeah, it's very kakoi.かっこいい。1階の壁はクライミングが楽しめるようになっていて、2階までつながっている。札幌地のオーナーは札幌生まれの42歳奈良渡さんだ。トラバースしていくような感じですね。大学卒業後、旅行会社に就職し、パタゴニアやグリーンランドなどで山に登ってきた。27歳の時、日本人として初めて北米大陸最高峰のマッキンリー山頂からスノーボードで滑り降りた。まあ、自分の旅はおよそ一段落したんで、札幌を起点に面白いことをやっていくと、ベースキャンプがまずはできたっていう。こういうのも自分でトラックを借りて運んできて、あと仲間たちとみんなで一緒に磨いたり削ったり形を変えたりしながら、やっとここに据え付けたっていう感じですね。まあ、だからこの木も倒れてはいますけど、中に虫がまだ生きてて、大雪山の麓で生きてた虫たちが時々この穴から出てきて、一時期薪ストーブなんか焚いてて、あったかい熱がこう部屋に来ると春だと思って、この大きい穴からこんな大きいカミキリムシが出てきたりして。入り口のドアには知床で拾ったガラスの浮き玉がはめ込まれている。柱は丸のみで削り、表情をつけている。トイレのドアノブはヒグマの彫り物だ。札幌地には工夫と愉快な仕掛けがあふれている。2013年まで南極にいたんですよ。で、南極越冬隊で1年4ヶ月南極に住んでたんですけど、木も一本もないし、葉っぱも一本もないし、この宿を作るにあたって絶対に北海道の木をふんだんに使って宿とかバーをやろうと思ったんですよ。都会の中で山小屋体験。午後6時、1階のカフェバーが営業を始める。トロンボン奏者が2日前にバーに来た時、奈良さんが頼んでこの日実現したライブ。北海道の木にあふれたカフェバーはみんなを虜にして、何かをしようという気にさせる。千葉県から自転車旅行に来たという鳥海由紀さん、叔父との二人旅で予定は何も決めていないという。ここいいよ、お金ですか。あるんだって。何がいいですか。何がいい。何いいって気持ちがいいよ。あ、そうですか。ありがとうございます。楽しいです。集まる人が面白いです。なんかマスターが目がキラキラしててびっくりしました。なんか一番生き生きしてる。
っごい素敵です。狭くありませんか。はい、うん、他にもゲストハウス泊まったことあるんですけど、ここはこんだけ狭ありますし、二段ベッドとは全然違うので、すごい有り余るぐらい広いです。そうか、こういうハンガーちゃんと考えられてますよね。ますます北海道が好きになります。中国の四川省から来た女性のグループは札幌市内の観光に出かけていった。I think this house is very nice and very warm when you live in the house. Yeah. シンガポールから来た一人旅の女性だ。スタッフの一人で奈良さんの弟たけしさんが見送る。なかなか切ないもんですよ。多少でも置いてくれた人の情が移って、やっぱりね、別れのためにちょっと寂しくなりますけどね。札幌市のコンシェルジュは山崎美希さんだ。心がけてることってあります？ベッドメイキングをなるべくやっぱ気持ちよくくつろいでもらえるように綺麗にしてあげたいなって。よし、次、よいしょ。薪ストーブで芋を焼く。札幌っちの料理は素朴だ。ジンギスカンには奈良さんが取ってきた餃子ニンニクが使われていた。高さこれぐらいにしとけば。ベンチにしていた丸太をテーブルに作り替えるという。パソコンでもいじれるようになった。とにかくやってみてから失敗するなら失敗するっていうね。やってみないうちは始まんねえから。やりすぎて床まで削っちゃいました。ここでパソコンをウェブスで新しいテーブルができました。イエーイ。昨日予想してなかったことが今日突然起こって、こんな展開に旅が大きく動いたとか、そういう旅っていうのは価値があるんじゃないかなと思いますし、その人しか出会えないものを見るっていう、そういう旅っていうのが非常に重要じゃないかなと思います。世界40カ国と南極を旅した奈良さんが考える理想の旅だ。札幌市にやってくる人たちにそんな旅をしてほしいと願っている。最近ゲストハウスと言われるような形式の宿泊所ってもずいぶん札幌市内も増えてるっていうのを聞いたことあるんですが、僕も1ヶ月ぐらいちょっとこう当ても決めず期間も決めずで北米を回ったことがありますけども、実は結構宿泊してる時に会う外国の全然違う国の人たちとこう交流することで、ここいいよあそこいいよって情報が入ったりするっていうのがこのゲストハウスのすごいいいとこですよね。はい、私も同じように旅してましたから分かりますね。え、このゲスト、これいつ作ろうと思ったんですか？15年前だそうです。15年、はい、マッキンリーを登りに行った時にすで、はい、に将来そのカフェとバーがあるゲストハウスを作りたいと、はい、奈良さん考えたんですけれども、はい、自分自身がもっと旅をしていたいと考えたので、まあ、作るまでに15年の歳月が必要だったんです。はい、だけどなんか またちょっとどっか行きたいような感じのことを言っててねえ、ホテル、こちらの施設が大丈夫なのかどうかも不安ですが、
ただやっぱり中身は随分こだわって作ってる感じしますね。特に北海道のものにで中でも木にこだわってまして、ほとんどのものは奈良さん自身が森に行って木を選んで、切り出してきて、仲間たちと切ったり削ったりして、ハンドメイドで作ってるものなんですよ。勝手に切ったわけじゃないですよね。もちろんそうです。いや、なんかやりそうな雰囲気の人だから。いや、でもなんかすごくね、雰囲気がいいなっていうのを本当に感じますね。将来ってどういったことを考えてらっしゃるんですか？那さん山岳ガイドなので、はい、海外から来た人に北海道の自然をやっぱりもっと体験してほしいと、だからもっと宿のゲストハウスの余裕が出てきたら、山へ案内をしたりとか、山菜採りに連れて行ったりとか、そんなことをしたりと話してました。札幌町を基地にして北海道の魅力をどんどんと触れてもらえたらいいなと思います ね、はい、夢が叶うといいと思います、はいはい、以上みきおジャーナルのコーナーでした。